僕も村のみんなを。レスリアの犬ですか。しつこい連中ですね。放置しておくと後々面倒になりそうです。ここで始末しておきましょう。あれはまずい。散らばれた。どれだけ強い武器だろうと当たらなければ問題ない。動き回って狙いをつけさせるんだ。全員フィデルの指示に従って攻撃。あの武器に狙われないように動き回れ。どう反逃がすものか。そい、私がこんな、死体の回収は難しいでしょう。あのわけのわからん武器も持って帰りたかったっすね。完璧を求めすぎるな。任務達成だ。よくやった。これで当面の脅威はなくなったはずだ。ありがとうございました。さあ村へ帰ろう。みんなが吉報を待っている。Thank you.
ことが弱点か。日々の鍛錬のおかげだな。フィデル、ニキ、おお、無事だったか。心配したんだぜ。やっぱり俺も行くべきだったって何度も何度も後悔してさ。あーでも無事でよかった。で、エイタロンはどうなったんだ。落ち着けよ。もっといいニュースだ。全部片付いた。村はもう大丈夫だ。マジか。よっしゃー、さすがだぜ大将。これで安心して暮らせるじゃん。みんな聞いてくれ、あいつらはやっつけられたってさ。これで平和に暮らせるぞ。ああ、レスリア正規軍の諸君、スタール村を代表して感謝を申し上げる。君たちの尽力により我が村の危機は過ぎ去った。なんとお礼を申し上げればよいか。いや、盗賊団の殲滅は軍としての務め、礼など不要だ。あ、そうそう、忘れてた。あの女の子、目を覚ましたぜ。え、本当？フィデルの家にいるから会ってこいよ。目が覚めたのね。よかった。心配してたんだよ。覚えてないかな。この村に来てから2日以上、君は眠りっぱなしだったんだよ。僕の家だよ。スタール村って知ってるかい？じゃあ、お家はどこだか思い出せない？お名前は？リリア。名前はリリアなのね。でも、どうしよう。他に手がかりなしか。困ったな。覚えてるかな？敵の動きがピタッと止まって動かなくなったのは君がやったのかい？怒っているわけじゃないよ。むしろあのおかげで助かったんだ。もしリリアの力だったのならお礼を言わなくちゃと思ってね。ありがとう。こんな小さな子なのに両親から引き離されてかわいそうだね。両親か。せめて何か手がかりがあればね。額の樹印、あの時の。でも全然私の知らない樹印だったけど。フィオーレさんに聞けば何かわかるんじゃないかな。そっか、あの人ランドックの樹印研究員だったね。でもどうやったら会えるかな。ビクトルさんに頼んでみよう。なんとかなるかもしれない。ちょっと聞いてくる。Thank you.
ごめん。おっと。見送りか。もう出発ですか。戦争中だからな。早く戻って戦列に復帰しないと。ちょっと頼みがあるんです。僕とあと一人、一緒にオートまで連れて行ってくれませんか。オートに？フィオーレさんに会わせてほしいんです。ブルネリ殿に？どうしてだ。記憶をなくした少女がいるんです。かなり特殊な順位を持ってるんで、フィオーレさんに聞けば何かわかるかもって。その子を両親の元に返してやりたいんです。力を貸してください。断る理由もない。彼女は今中央レスリアにいるはずだ。多分会えるだろう。ありがとうございます。オンに行きます。すぐに出発する。準備ができたら声をかけてくれ。すぐ出発だ。本当？って、もう出発なの？急いで準備しなきゃ。え？ついていくに決まってるでしょ？フィデル兄だけに任せておけないもん。あ。そうよ、お出かけね。もちろん私も一緒だよ。着替えにタオル、保存食、準備よし。さ、行こう。おい、フィデル！なんだ？またどっか行くのか？ああ、ちょっとオートまで行ってくる。一人だからって修行をサボっちゃダメですよ。来たな。準備はいいか？グンターさんやハナさんは一緒じゃないんですか？彼らは先発した。その子が
怖がらなくて大丈夫だよ。一緒にオートまで行くんだ。こっちも出発だ。フィデル、ミキ、気をつけていけよ。ああ、村のこと頼む。任せとけって。行ってきまーす。行ってきまーす。進むのみだ。
避を急ごう。被害は想定内だな。